工事全開で作ってますということでね、昨日着いた中古の給湯器、イエーイって感じ。2009年12年前の中古品で、しかも屋内用、前回ついてたのは屋外用で、このダクトパイプがね太くて、中に吸気と排気が一緒に入ってたんですけどね、この場合は排気だけでこの細いダクトパイプに変わっています。でこれは前面からこのフィルターから吸気をしながら火がつくっていうタイプなので、1週間に1回洗ってくださいと言われましたね。こういう粉の多い環境だと詰まったりして故障の原因になるそうです、だから26年前につけた屋外の給湯器はやっぱ設計士さん偉かったよね。この環境だとおそらく屋外用ちゃんと、まあ高級品ですけどね、いいやつをつけないと壊れてしまうということでつけてくれたんだと思います。まあよく26年持ったということですかね。ということで、屋外用の給湯器今注文してありますので、納期が約2ヶ月後、まあもうすでに田んぼが始まってるんで、加工は終わってますけど、とにかくこの2ヶ月間はねこうやって水回りとっても作業が多いのでね、お湯が戻ってきて本当昨日社員の皆さん最高でしたと言ってくれました。まあちょっとお金かかって経営的には痛いんですけど、社員の健康には変えられません。実は昨晩コイン精米機のトラブルがあって、昇降機が動かないということで止まってます。お金を入れてください。原因としては石抜き前が詰まった。いや石抜き前昇降機のベルトが緩んでくると滑れないけど、一回回してみるわ。はい、一回もガイドランだな。ベルトの緩みか。ガツンっていうか初っ端から全く浮かんだみたいよ。ツナが現在使われます、使っておりませんとかって言うんやけど、またエラー表示も何もない。はい、どうや。お米が残っています。お金を入れてください。クリーンだ。お好みの白さのボタンを押してください。あ、大丈夫。回っとるぞ回っとるぞ。回っとる。いくら回る。おっと、いった。緩んでたな。入ってた入ってた入ってた。とりあえず復帰。よっしゃ。ああ、頑固な詰まったりとかそんなんじゃなくてよかった。まあ分からないよ。今原因もちょっと。ああ。だから他のなんかタップ、タップが外れたんだ。ベルトの破損な。ああ。あとさっき言った石抜き前がいっぱいになると詰まるか。いや、あれは詰まらん。あれでブレーカー飛んだんだな。ああ、ブレーカーね。でも電気は入ってたからね。よっしゃ、後でベルト貼ります。
はい、今日は土曜日、かきもち全開でつく日でございます。はい、大豆選別もやってます。今一気に味噌作りで出てって在庫ゼロです。頑張れ。急に動き出してよく怪我する人を昇降機とかスキルとか、さっきみたいに急にキュッて動くよね。一番危ないね、病気やらない。ここほら挟んでる。さっきもキュッてやったけど怖かった。あれは良くない。必ずブレーカー落とす。そもそもなんでちっとる時点でもう怪我するよ。なんでってつまんな。なんでじゃなくて電源を落とす。そこに電源があったのねってやつ。まあ、ここにもあるけど、これでもいいやけど。ああ、これ大元のブレーカーや。大元のブレーカーもあるけど、あんまりね、どっちみちこれ操作する。押したら、ね、ベルト滑りはね、多分、これ、平成29年8月交換。4年前。4年前。4年間？今平成34年やもん。約4年前。交換時にほらほとんど調整してるわけで。はい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 。ベルトしたらどうしても、で特にねこれ1番。はい。1番昇降機。はい。これ2番昇降機。はい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 。これはホッパーに投入した米が1回この1000枚。あ、1回下取って。うん。ほんで石抜き、異物取り、これ異物取り、ああ異物取り、うん、異物取り、ああでここで精米するんやけど、まあ一番動いとるってことや。これね案外あれね、ここ結構ね米入った状態オッパーにゼロスタートから行くからね。ゼロスタートで一回止めとれ。ああここがある程度いっぱいになると、ああこれ機械一回止めね。ああで当然ほらお米入っとるところにまた無理やり、なんていうかほらゼロからまた相に落とすから、どうしてもベルトの負担がかかるというか、最初に滑るんだ。さっきもさっきのなんかの弾みでポンって滑るんやけど、これやね。まあ緩んどるっちゃ緩んどる。いや、ゆるゆるやば。ゆるゆるやば。これもうちょっとね、サービスマニアみたいな手でをしてなんかね、何キロ引っ張ってどんだけってあるんやけど。何キロ引っ張って？そんなあるんや。あのね、ちゃんとこのベルトの針って引っ張る。引っ張り強度が。これもね、途中で常に回って、これは常に回ってるんで。うん、常に回っとればそんなに負担が一回ここがいっぱいになってくると自動的に一回止めると、うん、そうするとこう溢れてしまうから、でまたスタートするやろ、うん、でこれがまたねこうやって回してみると面白いんだけど、これ順番にこうついてないね、うん、なんかトンドレパーンってハンドルやろ。なんでよ。いや取れたの。いや取れた、最初取れたかなと思ったら、あとは全部つながっとるよ。ほらほらほら、なんでこんなどういう調整しとるんか。あ、飛んどる。飛んどるやろ。ここは飛んどらんがね、ほら。ね。で、これはほら、残量、うん、下に残らんように。ああ、こんなベランついとるんや。ベラン、ついとれ、はいはい。で、これで、残量ゼロ。はいはいはい。長いね、ここが、この砂に目がいたんですけど、日々入ってきたかな。まあ、まだ使えるかな、なんて思う。でちょっとほら、まあ原因わからんか、もしかしてほらカップがね、やたまにほら外れることはねえけど、例えば外れて傾いとった時とか、うん、これがねネジ、うん、ね止まっとねんけど、これ緩んで傾いとったり、あ、はい、うん、それはね今ちょっとせっかく、
ベルトの針だけじゃなくてカップが原因の場合もあるわけや。うん、だからいろんなほら原因があるかもしれない。それだけじゃないかも。うん、ただベルトはそんなに傷んでないってな。あ、痛む。ジョイント部分が一番痛む。ジョイントはどこや。うん、でもまあだいぶすり減ってきとっちゃって。ほんでもまだこれちょっと緩いわ。でも一回もうほら貼っとらんや。貼ってから、まあ大丈夫かななんて思いつつ、だから今これ調整するやんけど、これただね、これ上に投げるだけじゃ今度センターが出んね。はあ、なるほどね。だから回しながらこれ調整して、そのベルトがちょうど今まあやるけど、これがセンターを出さないな、うん、うまいこと。下緩めてあげてかね。あんま緩めて遊ぶから。うん。ちょっと締めて。動く程度に。で、これ、苦しいかな、ちょっと言ってね、うん、これだから、やっぱ手術切るって言う、これも全部手術切ってこんなものは1ミリやぜ。いや、少しだけ。映っとるよ。今2ミリ、2ミリちょっと。なんで？まだかな。あ、さっきよりは硬いけど。もうちょっと張る。結構ね、このベルトは。テンション高め。マニュアルを見るとさすがにやっぱ滑るのか。テンション高めけ。滑んねんって、こんなに引っ張っても大丈夫っていうぐらい普通はだから常に回った状態で使えばいい。一回止めるやろ、中に入ってる、うん、まだ起こねえ。だからだからあんまりほら貼るとベルトに身がかかりすぎるけど、新品当時は結構滑りちゃうけんって。入荷時ってとこに近づいとるよ。入荷時に近づいてっとる。入荷時だよ。入荷時結構パンパンやって。パンパンねんって。あんまり腹も嫌やなって感じやけど、ほら、まあ、製品誤差もあるから。入荷時まで来たかな。
どうや、じゃあ使ってみ。結構硬っ。こんだけほら2メーター近くあるもの。あ、こんなもんかな。で見た目3ミリ半ぐらいかな、4ミリはいったなんと思うけど、それでこんなパンパンになる。微妙やん、うん、で、ここからの問題で、まあ、このままで S 値入れるとね、わーっと寄ってくよ、どっちかに傾くから、これを近いセンター合わせとかなんかでブレート傷んでるはず、うん、まあ外れることはめったにないけど、横に吸ってガーって削れていくもん、ひどい時やっぱこう、振るわ、うん、で今ちょっと動かしてみて、うん、サービスモードがあって、ほう、これまあほら自動サービスモードがあるんや、うん、でこれ自動にするやろ、うん、手動、あ、まず電源出るわ、うん、ってほんでこれ忘れない、はい、サービスモードの手動に入れます、電源入れてね、うん、で昇降機、張り込み昇降機、いやそんな理屈でもあるんや、張り込み昇降機、ああ単独だね、でこれ死ぬ気で全部 あの2位に動かせるんや、ああそうですね、全体的に動いてしまうから、ああ分かる分かる、自動やったら、だからこれを上げると、はい、はい、いいんじゃない。センター来とるぞ、うまいこと。俺にはそう見えるけど。どうや。見え。センターに一人に見え。来とら。見てみるもん。よ、見てみる。左に右に寄っとら。ああ、なるほど。寄っとらんだ。やっぱ素人が見ると貴重だ。ブーリーが右に寄ってます。こうだ。ああ、こうか。こうなっとれんと。右に傾いとれん。こっちを上げると。はい。これまた大したことない、もうずれてきゃもっとずれる、分かる、吸っとるときはこれはまあ基本的にどのベルトもそうねんけど、まあ来たかな、はい、どれどれ最初、おー、来とると思う、来たんじゃない？来たある。ああ。モーターを固定。うん、大丈夫。固定して。固定したらまたずれるかもしれない。ずれるかもしれない。そんな電化浴びたぐらいカット、いや出荷時の時は結構あったら、まあ、マニュアル見ても結構ね、だからちょい怖いだあんまそんなねパンパンにあるってことないから、バイクのチェーンで丸まいし、よし、はい、本締めギュッ、最終で回してみんが、ん、最終で回してみんが、最終回してみる、うん、チェック入れてきて、最終チェックです、スイッチ、うん、どうや、オッケー、オッケー、止めるぞ、はい、治りました、スイッチ自動モード切り替えたな、うん、そうする自動モードにしとかんとね、自動、あとは全部触ってこれしか触ってないね、うん、それしか触ってない、石抜きはオフになってるね、うん、オフよね、ね、でこれ稼働時間
5700時間、秋山も1枚いっとるんだ。オッケー、治りました、よかった。はい、配達に行ってきます。正月明けたけどポツポツと祝い餅の注文がありますんで、持っていきたいと思います。まだねお払いはできますからね。白山市鶴に山の方なんでやっぱ雪多いね。大雪やったらこれは。ドリル分かりやすい。はい、かき餅作りが終わって最後にお鏡を作りました。まだ祝い餅のお客さんがね地味にいますのでね、時々こうやって作っています。はい、夜も更けましたといってもまだ6時前でお店はやってるんですけど、明日はね、藤平町内会の詐欺町と年度末総会があります。私は町会長なので明日頑張ります。イエーイ。